ここだ。ムアラニを待とう。ねえ、入ってきた時入り口に旗があったでしょ。そういえばあったな。あれは部族の旗なんだよ。私たち児玉のこと、他の5つの部族が今のナタを形作ったの。なぜ急に紹介し始めた？ちょうど暇だからね。ナタを紹介してあげるって約束したからにはちゃんと守らないと。なるほどな。俺の部族はかがり木の民だ。高い山の上にあり、ユムカリュと親しい。ムアラニちゃんは龍泉の州の人、海辺に住む部族なんだよ。風景がとっても綺麗で、美味しい魚もいっぱいあるんだ。あとは家屋の集い、綿延の主、豊穣の国の3つ。聖夜の巡礼が終わった後、機会があったら連れて行ってあげるね。いいじゃんいいじゃん。龍泉の州を代表して歓迎するよ。どうせ今は族長もいないしね。まあ、噂をすればもう戻ってきたんだね。不思議なくらい順調だった。キーニチの名前って本当に役に立つんだね。メリットしかない代替案だと思ってくれただけだろう。どっちにしたって同じでしょ。君自体がメリットなんだから。とにかくお待たせ。早速エントリーしよう。こんにちは。登録の手続きですね。ええ、でもその前に大会に興味のある旅人が2人いるんだけど、その人たちも参加できないかな。申し訳ありませんが、ナタの人間にしか参加資格がありませんので。有名な冒険者で腕は問題ないよ。観客たちもきっと強い人が見たいでしょ。そんな単純な話ではありません。あなたにとってはただの特例でも、我々にとっては今後出てくるかもしれない無数の例外の先例になってしまうのですから。
火星矢の巡礼には最強の戦士を選抜すること以外にも戦闘で各地区の炎を集めるというもう一つの使命があるのです。各地区の炎は聖火の一部となります。聖火が消えない限りナタがアビスに侵されることは永遠にありません。あれ、そういう役割もあったのか。ああ、それこそが帰化聖矢の巡礼を始めた目的だったそうだ。だから参加者は全員勝っても負けてもナタを守ることに貢献している。参加自体が名誉なんだ。ええ、キーニチさんの言う通りです。そして各地区の炎はナタ人同士の戦いでしか生まれません。外部の人間が関与すれば炎の生産量や成果の最終的な燃焼状態に悪影響を与えてしまいます。なるほど、やっぱり各地区の炎が理由なんだね。大丈夫、私に任せて。最高の観戦席を用意してあげるから。やったぜ。観客になるのもより旅してる感じがして悪くないよな。でもなんとなく何か引っかかるような。あ、そうそう、それだ。死んでも生き返れるなら、みんな一緒に戦いに行けばいいじゃないか。どうせ復活できるんだしさ。これほど強い力には制限があるものだ。まず、反魂の歌は古名の継承者にしか効果がない。普通の人は、ヒカセイヤの巡礼で勝ってもアビスとは戦わないんだよ。それでも勝てばアビスに勝った人々と同じ名誉が与えられる。これはみんなを守るためなんだ。それからもう一つ、とっても簡単な条件があるの。一言で言えば勝つこと。勝つ？敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え下がる。アビスに勝たなければ復活の資格は手に入らない。失敗すれば死ぬだけでなく、古名も破壊され、二度と継承されなくなる。なぜなら敗者の物語は時間とともに忘れ去られるからだ。それでは存在自体を維持するのが難しい。そうだぞ。だって勝ったなら用はないだろ。普通負けたやつを復活させるもんじゃないのか。これはチーム単位の話なの。例えば5人でアビスと戦ったとしたら、たとえ悲惨な戦況で4人が犠牲になったとしても、残った1人さえ無事に帰ってくることができれば反魂の歌は効果を発揮できるってこと。勝てた時点でそれはきっと心に刻む価値のある戦闘だったはずだからね。もちろん
勝つには十分な実力を持ったチームを組まないといけない。失敗の代償は非常に重いものだからな。帰化聖夜の巡礼の初戦が団体戦なのは、一人で行動するなという忠告でもある。我々は一人で戦ったりしない。単独行動をする者は負ければそこで終わりだ。戻るチャンスなんて二度とは与えられない。どっちにしたって危なそうだよな。その言葉は感慨だけど励ましでもあるんだよ。みんなで挑んだってもちろん危険はあるけど、それでも私たちは永遠に手を取り合って前に進む。戦いに向かう英雄はナタの全ての民とエンジン様に支えられてるの。それにアビスは特定の敵ってわけじゃない。普通私たちはアビスがもたらす災害や異常現象に対応するだけでいい。俺は戦いで死に、大霊の国でしばらくさまよっていたことがある。なかなかない体験だった。その国は普通の方法で行ける場所じゃないし、大霊と精神的な交流ができるのもごく一部の人だけだ。大霊の存在する場所は八神の国と呼ばれ、肉体と魂、生と死の狭間にあるとても不思議な場所なんだ。半軍の歌がお前を助けたのは、この世で一番がっかりすることだったな。お前に逃げ出されたことは、俺にとって一番がっかりすることだった。なんだと！この偉大な聖竜、ククルアガウに暴言を吐くとは、今に見てろよ。はいはい、紹介に喧嘩と忙しくされている間に登録の手続きが終わりましたよ。よく知る皆さんですからあっという間でした。あとはネームカード通りにメンバー登録するだけです。ホテルで休まれるといいでしょう。今夜の食事と宿泊は規定通り無料となります。やったー！言い忘れてたけど、明日の試合が始まるまでホテルの食事や遊びは全てエンジン様のおごりなの。友達を呼んでもいいってことになってるから招待するよ。さ、行こう。存分に楽しんじゃおう。はい、ゆっくりお休みください。最高の状態で試合に臨めますように。
遠慮なくどんどん食べて。どれもここの名物料理かな。いくら食べてもいいよ。食べ終わったらまた取ってくるね。天神様が泣いちゃうぐらい食べちゃおう。泣いたりしないと思うけど。天神様は確かに気前のいい方だ。ただ数日スタッフやボランティアは大変な思いをすることになる。ちなみにみんなに迷惑をかけないようにアハウは閉じ込めておいた。しばらくは戻ってこないだろう。ちょっと厳しすぎじゃないか。大丈夫だって。そういう関係なんだから。仲間との付き合い方は人それぞれでしょ。ねえ、まだ落ち込んでるの？私が助けてあげるから、もう心配いらないよ。わかってる。落ち込んでるわけじゃないよ。ただ緊張してるだけ。年齢を言い訳に逃げ続けるわけにはいかない。ちゃんと成長しないと。じゃなきゃ余剰者の戦争から逃げるつもりなんてないってことみんなに証明できないでしょ。証明する必要もみんなの目を気にする必要もないよ。逃げる気がないなら後ろめたさなんて感じなくていいじゃん。コメの期待を裏切ったってそいつらが思ってるんなら大礼と議論してみればいいんだよ。ね、信じて。大礼はきっとカチーナちゃんの何かを気に入ったからコメをさすけさんだと思うよ。私が打たれ強くてあんまり怪我をしないからってわけじゃないよね。うん、もう7、8回負けてる。成績は上がってるけどまだ勝ったことはないよ。実際7、8回なんて大した数じゃない。たとえ成長が目覚ましくなくてもとやかく言われるほどのことじゃない。そうだぞ、あと1個だったって言ってたじゃないか。今回は団体戦さえも生き残れないんじゃないかって心配で。大丈夫だって、私がいるんだから。君がこけたら私が引っ張り起こしてあげる。君が倒せない奴は私が倒してあげるから。勝利を味わったことがなくても私を信じることぐらいはできるでしょ。ほらいちゃん、優しいね。信じる、絶対に信じるよ。もうアラニちゃんの言う通り元気出さないからね。大礼が私にコメを授けてくれた理由はまだわからないけど、今までこの名前を継いできた人たちだってわからない時はあったかもしれない。それでもみんなちゃんとやり遂げてきた。それなら私だってできるはず。
お前の古名が今まで受け継がれてきたということは、これまでの継承者は皆それをちゃんと意味のあるものにできたんだ。でなきゃ古名はとっくに戦いで砕け散り、二度と帰らないものになっていたはずだ。おう、オイラたちも応援するぜ。オイラたちはお前ら専属応援団だ。そんな、私強引にあなたたちの元で勉強させてってお願いしちゃったのに。ありがとう。また泣きたくなっちゃった。今日出会えた人たちはみんな優しすぎるよ。感動しちゃった。任せて、絶対に勝つから。少なくともあなたたちの前では恥をかきたくない。そうだ、ちゃんとご飯を食べないと力が出ないってママが言ってた。ちゃんとご飯を食べよ。元気になったな。よかったぜ。励ましてくれてありがとね。みんなから見たらまだまだ成長の余地ありって感じだからか、なかなか辛抱強く待っててくれないんだよね。だってカチーナの優しさと努力は伝わったぞ。どっちもこいつの長所だろ。落ち着け、涙がお椀に入ってしまうぞ。そうだ、飲み物を用意するね。家からジュースを持ってきたんだ。私が絞ったんだよ。コクを通ってくるから待ってて。そんなものまでわざわざ持ち歩いてるのか。カチーナちゃんのカバンは底なしの穴みたいなものだよ。何でも入ってるの。まあ泣く場所を探しに行ったんだろう。結構気にかけてるみたいだな。とってもいい子で妹みたいな存在だからね。実際すでに十分よくやってるんだけど、決定的な成功がまだないだけなの。でも今回はいけるって私の勘が言ってるんだよね。この帰化聖夜の巡礼で勝てばカチーナちゃんは一気に成長すると思うよ。なんでそう思うんだ。お前もそういう経験があるのか。全然そういうわけじゃないけど、私の自信は生まれつきだし。これはまたおかしな謙遜だな。こんなことを言ってるが、ムアラには3回も余巡者の戦争に出て全勝してる。復活が必要だったこともない。うわ、それって超すごいんじゃないのか。あの時は敵がたまたまやっつけやすいやつだったからっていうと全然すごくない人みたいになっちゃうけど、とにかく難しい挑戦じゃなかったよ。今はとにかくカチーナちゃんと一緒に戦いたい。
親友と戦って歓声と拍手を浴びるの。わかる、わかるぞ。オイラも恋子と一緒に戦いたいぜ。もちろんだ。オイラめちゃくちゃ重要なガイドなんだぞ。みんな、飲み物飲んできたよ。ねえ、飲んでみて。ジュースは新先生が用意したの。もう平気みたいだな。元気だから心配しないで。本当に大丈夫。ちょっと緊張してるだけ。お肉をいっぱい食べないと。食べ終わったら外で運動して体を温めてくるよ。私も。あんまり無理しすぎるなよ。明日は早起きなんだから寝坊しないように気をつけてくれ。君は絶対に寝坊しないのね。ああ、朝になったら起こしに行ってやる。さすが分かってる。お腹いっぱいだぜ。空腹が満たされたら眠くなってみたよ。いよいよ明日だな。でもカチーナがやっぱり心配だぞ。助けてやった方がよくないか。だってあいつオイラについて勉強するって言ってたわけだし。いや、オイラはついでだったかもしれないけどさ。
たの？ナタのことをいろいろ教えてもらったから、オイラたちもお前のことを助けてやりたいと思ってさ。へえ、君たちって本当にカチーナちゃんが言ってた通りだね。この子ったらすっかり君たちのファンなんだよ。でも私は何もしてあげてないし、そういう門外不出の技みたいなことは聞かない方がいいよね。拳の強いやつだけが勝つわけじゃないんだぞ。なるほど、分かった気がする。強くなるだけじゃなくて賢くなるんだね。勝つための能力を培うだけじゃダメで、勝つ方法も知らないといけない。自分の強みを生かしたりできれば、きっとチャンスが来るよ。緊張してるとつい状況判断を忘れてめちゃくちゃに攻撃しちゃうから気をつけるよ。あんまり
きい声出さないで。頭が痛くなっちゃうよ。大丈夫？じゃあカチーナちゃん実力をうまく発揮できなかったらアハーのせいだね。見ろ、これがお前の友達だぞ。わざわざ起こしに行ってやってたっていうのに感謝するどころが俺のせいだってよ。ムアラニに賛成だ。やれやれ、どいつもこいつもどうしようもねえな。まあまあ、みんな仲良くしようぜ。カチーナ、昨日はよく眠れたか？最初はちょっとドキドキしてたけど、ここのベッド、すっごく気持ちよくて。横になってたら、すぐ寝ちゃった。それならよかったぜ。もしかしたらお前は気づいていないだけで、本当はすっごい心臓の持ち主なのかもな。もうすぐ試合だ。みんな朝ごはんは済んだな。私は食べてきたよ。あまりたくさんは食べないでおいたけど。試合のことばっかり考えてて、食べ物のことを忘れてたぞ。こうなると思った。はい、君たちの分も持ってきたよ。いいっていいって。試合が終わったらまた食べに。まもなく試合開始です。選手の皆様はご入場ください。繰り返します。選手の皆様はご入場ください。もうちょっと話したかったけど時間だね。最初に開幕式があるんだけど、席からも私とカチーナちゃんが見えるはずだよ。てなわけで応援よろしくね。任せとけ。お前たちにも絶対聞こえるように目いっぱい大きな声で応援してやるよ。ありがとう。私も二人の声を探すよ。それじゃあ行ってくるね。また後で。まもなく試合開始です。観客の皆様は観客席にご着席ください。繰り返します。観客の皆様は観客席にご着席ください。今度はオイラたちのことだな。こんなに規模の大きい試合を見るのなんて初めてだぜ。準備ができたら中に入ろうぜ。会場に入って帰化水屋の巡礼を観戦されますか？試合開始後の入退場はご遠慮いただいております。
周知の通り、帰化聖夜の巡礼には悠久の歴史がある。誰もが巡礼で好成績を収め、余巡者の戦争に参加する資格を手に入れたいと願っている。もう知っているとは思うが、一応ルールを紹介しておこう。開幕式の後、選手たちはまず団体戦、次に個人戦に臨む。団体戦の最初、各チームはそれぞれ熱気球に乗ってランダムな場所に降り立つ。そして試合開始だ。選手は試合エリア内の聖火台を見つけ、台の周辺で戦闘を行うことによって核縮の炎を集め、最終的に十分な量の炎を競技場まで持って帰ってこなければならない。戦闘に負け、エリアから離脱した場合や、時間切れになってしまった場合は敗北とみなされる。立て続けの遭遇戦に勝ち抜いた強者のチームだけが熱く美しい核縮の炎を持ち帰れるんだ。団体戦で勝利した選手は次の個人戦に進出する。1対1の決闘での勝敗は個人のスコアに影響し、次の決闘相手もそのスコアによって決まる。そして数回の決闘の末、スコアランキング上位5名が余巡者の戦争に参加する資格を手に入れることとなる。それではエンジン様、開会のご挨拶を。実力、コンディション、運、戦術、強さを決める要素は多い。しかし、勝敗に偽りはない。帰化聖夜の巡礼は最強を決する試練だが、諸君の成長と進化を知らしめる絶好のステージでもある。今日の勝利は新しい伝説の始まりとなる。ここに帰化聖夜の巡礼の開幕を宣言する。あいつがエンジンか。すごい迫力だな。カチーナは優しくて親切ないい人って言ってたけど、一体どこからそう思ったんだろうな。オイラも話したいけど、帰化聖夜の巡礼の最中に突っ込んでいくのはちょっと失礼だろ。おとなしく機会を待とうぜ。早く試合を始めたくて黙らない様子だな。
選手たちはこれから熱気球に乗って試合エリアに向かう。どんどん歓声が大きくなってきたが、間もなく熱気球の離陸だ。さあ、準備はいいか？ルールを忘れてはいけないぞ。熱気球はランダムな地点に着陸する。地上に降り立った瞬間から試合開始だ。成果をできるだけ集めて競技場に持って帰ってきてくれ。ゴブルーを人がいないみたいだね。これならいきなり混戦になる心配もないかな。じゃあ、あっちに向かっていこう。途中で他の選手に会ったら全員倒せばいいよ。賑やかに行かなくっちゃね。さあ、迷わず行こう。キカセイヤの巡礼はすでに始まっている。戦って戦って勝ち進め。
なリードを見せているのは火翼の集いのチャスカ選手だ。加速するよ。いよいよ維持できるか。出発。来たよ。ほう、面白いコンビだな。この魔物たち、試合会場上で入ってくるなんて。これも試合の一部なのさ。こんな魔物も片付けられないやつには。余剰者の戦争に参加する資格なんてないからな。こいつらを倒してみせろ。そうしたら俺が相手をしてやる。わけじゃない。お前らにはここで退場してもらう。人たちのチームはすでに何人かの人気選手を打ち破った様子です。誰か来ると思ったぜ。おとなしく成果を出せ。また一人で出してやる。期待の新星たちがここで雌雄を決することになります。
と見せて。やらせてあげる。それそう。私たちの隊長、試合前はあんなに自信満々だったのに、結局すぐにやられちゃったね。次はちゃんと目を光らせとこう。カチーナじゃないか。悪いけど、ここで当てたからには簡単には通さないぞ。抵抗が欲しければ、まずは俺に勝ってみろ。はっ、マドモードさんか。やっはっ、あれとも慣れたよ。ドリフトカチカチだよ。会場の選手はどんどん減っていきます。進出したければ急いだ方がいいですよ。一旦手を振るぞ。
いいだろう。欲のりを許すのも尺だしな。さあ。トモよ、聞いてくれ。ここに聖火台はない。ここで争う必要はないんだ。今は体力の温存を優先して次に会った時に戦おう。どうだ、悪くない考えだろう。しっかり私に捕まってたよ。
するでしょ。流星の衆の人間はこれに乗って山も海も越えられるの。これくらい入ったってことないから。ありがとう、お兄ちゃん。いいの、二人だからこそ勝てたんだよ。私一人じゃこんなにたくさんの人を任すなんてできなかったもん。もっと自信持って。しばらく休んでいてくださいね。団体戦が全て終わったら抽選を行います。その後は個人戦です。お二人ともいい成績を収められるよう願っていますよ。お二人の休憩室は別々にご用意しております。カチーナ選手、こちらへ。人選か。前回は3回勝った数が足りなかった。今回はもっと頑張らなきゃ。大丈夫、今は調子がいいからきっといける。お待ちください、ここは選手休憩室です。関係者以外は立ち入り禁止ですよ。選手以外？俺たちも選手だ、中に入れろ。確認済みです。あなたたちの名前は個人戦の選手リストに載っていないし、ここで休んでいる選手たちの関係者でもないでしょ。実力だけで言えば個人戦に出場すべきは俺たちだ。奇襲にさえ飛ばなければ負けるはずなかったんだ。この休憩室で待っててやるから今すぐ審判に申した。
たち。ほう、会いたくない奴にはよく出会うとはよく言ったもんだな。俺たちを覚えてるか。さっきお前らが奇襲をかけて試合資格を盗み取った相手だ。せっかくまた会えたんだ。ここで一戦交えてどっちが個人戦出場にふさわしいか確かめようじゃねえか。相手にしなくていいですよ。そんなルールはありませんから。負けは負けです。言い訳なんてみっともないですよ。ほら、ボケっとしてないで警備を呼んできてください。ルールなんて知ったこっちゃない。聞かせいやの巡礼は最強の戦士を決めるためのものだろう。こいつは運よく俺たちが油断した隙をついただけじゃないか。その通りだ。今こそ正々堂々勝負を。お前らは旅人さん、マイモンちゃん、どうしてここに？お前と話そうと思って来たんだけど、いきなり悪い奴らに絡まれてるとこに出くわすなんてな。この先アビスの前でも油断してたなんて言い訳をするつもりですか？この辺りでやめにしておかないと今後のピガ星矢の巡礼の出場資格を失いますよ。チッ、今日のところは勘弁してやる。いざ。ここで騒ぎを起こしている人がいると聞きましたが、解決したみたいかな。いつものあれですよ。団体戦に負けた人が結果に納得できなくて忍び込んで個人戦の選手にちょっかいを出していたんです。はあ、栄光は欲しいけど敗北の苦しみには耐えられないって人がいるんだよな。どうか試合に影響がありませんように。そろそろ準備を始めてください。もうすぐ君の番です。もう私の。分かった、すぐ行くよ。
るね。さっきの厄介者にはきちんと警告を与えました。これから試合ですから、あまり気になさらないでくださいね。ああいう人は毎年いるんですよ。帰化聖夜の巡礼は栄光の象徴ですから、敗退してしまった者たちはあと少しのところで栄光を手に入れられたのにという思いから不平不満を抱くんです。お前がカチーナか。ここに来る前、皆に当たりくじを引いたと言われたが、俺はそうは思っていない。試合に偶然はないからな。本当に噂のようなヘッポコなら、ここに立つことなんざできやしない。初戦があっけなく終わったもんで、まだまだ戦い足りないんだ。お前の実力を見せてみろ。がっかりさせないでくれよ。さて、俺の話は終わりだ。何か言いたいことはあるか。私に負けないよ。たくさんの人が応援してくれてるし、それに私は本気でヨジュンシャン戦争に参戦しないの。交流はここまでだ。各自位置について試合開始。
本当に負けてしまうとはな。まあいい、少なくともお前の強さを見抜いた俺の目に狂いはなかったようだ。勝者カチーナ選手に盛大な拍手を。一方他の会場では、ガキだ、あんたも余巡者の戦争に出るつもりでいるんだね。悪いけど、ここは通さないよ。あなたは、私を知らないんだね。アテアたちが前線を退いてから、あたしらの代も落ちぶれたもんだよ。まあいい。戦ってあたしの名前を覚えさせてやるさ。さあ、かかってきな！リリュー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 ！聞こえるか、この潮がたぎるような歓声、これが私がここに立っている理由か。
見直したよ。さっき言ったことは取り消させてくれ。カチーナ、あんたには実力がある。あんたみたいな若者は自分たちで奇跡を起こせるだろう。勝者はカチーナ選手。カチーナ選手、少し休んで最終決戦に備えてくれ。この場で一番強い者だけが予準者の戦争に参加する資格を得られるんだから。私は全力を出すし、カチーナちゃんにはそうしてほしい。勝ちを譲るのは一種の哀れみだけど、私たちにそんなものはいらないでしょ。準備はいい？全力で行くよ。それでよし。つまりモアラニとカチーナのどっちかが絶対に負けちゃうってことか。オイラたち、どっちを応援すればいいんだ。どっちかが必ず勝つの間違いでしょ。どっちが勝ったってめでたいじゃん。どっちが勝ったってきっと嬉しいと思う。カチーナちゃんだって同じ気持ちでしょ。だからあまり深く考えないで対戦を楽しもうよ。旅人、パイモン、また試合の後でね。カチーナちゃん、会場で待ってるよ。
私だっていっぱい訓練したから。それにモラニちゃんにはたくさん助けてもらったから、その努力は無駄じゃなかったって見せてあげたい。ずっと信じ続けてくれてありがとう。今度は私も自分を信じてみるよ。試合で一番大事なのは悔いのないように全力を尽くすことです。思い切って戦ってきてください。信じていますよ。いよいよ最終段階だ。誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉の子代表、カチーナ選手。対戦相手となるのは若くして数々の栄誉を勝ち取ってきた優先の州の勇士、桑波選手。親友同士だという二人が戦いでどんな火花を散らすのか、乞うご期待。散々戦ってきたのにまだ緊張？だって桑波ちゃんだから。でも最後が桑波ちゃんでよかった。負けたって悔いはないよ。何言ってるの、カチーナちゃん。譲り合ってる場合じゃないよ。勝利を渇望してるんでしょ。欲しいものを声を大にして主張しましょう。勝ちたい。マナミちゃん、今度こそ勝つよ。
今回の北聖夜の巡礼の勝者はこれで全員決まりだ。盛大な拍手とともに舞台に上がってもらおう。まずは6回連続選出となる火薬の集いチャラカ選手。一人球児からの見事な逆転劇を見せてくれた北条の国イアレッサ選手。10年ぶりの勝利となる流線の州ケウラリ選手。各地の歴戦で名を轟かせるかがり木の民キバンヌ選手。そして強い心を持ち続けサナギを破ったこだまの子カチーナ選手。夢じゃない。お前は自分の力でここまで来たんだ。今回の余獣者の戦争にはこのメンバーで行くんだね。よろしく、ハチーナ。ヒカセイヤの巡礼は何度見届けても心が躍るものだ。数えきれないほどの犠牲を乗り越えれば必ず炎のように燃え盛る未来を迎えられるのだと君たちは信じさせてくれた。戦士たちよ、これは命令であり懇願でもある。アビスを打ち倒し勝利と栄光をナタにもたらしてくれ。負けたのはいい気分じゃないけど、カチーナちゃんのことを思うと嬉しくもなる。本当に複雑だよね。ってことで気分転換しに行かない？カチーナちゃんたちはこれから余獣者の戦争に行かなきゃだから、私が代わりにナタを案内するよ。
旅人、お前はどう思う？どうしたの？正直、私もちょっと心配。でも、経験豊富な頼もしい仲間がリードしてくれるだろうから、きっと大丈夫だよ。栄誉にはリスクがつきもの。勝利が当たり前のことだったら、誰もそれを誇りには思わないでしょ。でも、カチーナちゃんがそう簡単に倒れることなんてないって信じてるよ。だってあの子のコメはウッサビーティだもん。こっちもやるべきことはやらないとね。まだ流線の周には行ったことないでしょ。ほら、案内してあげる。流線の周は私たちとコホラリューが共に暮らす部族で最高のリゾート地でもあるんだ。風習とかいろいろ教えてあげる。きっと気に入ると思うよ。先を越されちまったみたいだな。俺も探してたんだ。かがり木の民に招待したいと思ってな。ナタの冒険者協会のほとんどはかがり木の民出身だから、お前らも興味があるかもしれないと思って。ちょっと順番だよ。今回は私が先だからね。ああ、お前に譲る。旅人、パイモン、もし時間があったらこっちも見に来てくれ。かがり木の民もお前らを歓迎する。うん、ありがとう。よーし、準備ができたら流星の周に出発だよ。
風の赴くままに。星とし、収穫だね。
Whoa!